ムファサは強すぎて話になんねえよお前近いって他にも場所あんだろう。ここじゃダメ。そこは近いんだよ。分かった？分かったよ。お前も頑張ってたけどさ、ムファサと来たらもうわざとだろ。絶対わざとだ。やっぱ勇敢だしパワー全開で完全に嫌がらせだ。動きも良くて今度ムファサに会ったら思い知らせてやるさ。目にもの見せてやる。ちょうどいい、後ろにいるぜ。ムファサ？いや、王じゃない。あらゆる生き物を食い尽くす愚か者のくせに子猫2匹を送り込んだら生きて帰らせるとはな。代わりにお前を食ってやる。俺を食えばただの一食だが、生かせば一生食いっぱぐれないぞ。私たちに何をくれよってんだい。腹いっぱい食える場所、太陽の照らすもの全てを殺せる。プライドランドはあんたのものじゃない。狩場は王が支配している。だからあいつを殺すんだ。ムハサは狩りのルールを厳しく取り決めすぎだ。俺が王になったら強い者には好きなだけ狩りをさせる。ハイエナはいくらでも食うからな。ムファサに挑んでも勝てるわけない。ムファサ、あいつはただの老いぼれ。そうだ、役立たずの存在。この先落ちぶれていくだけ。夢を描くのだ。いずれ王が変われば、お前らも変わる。俺には未来が見える。どういうことかわかるだろう。いいか、準備をしておけ。歴史に残る悪巧みだ。計画を立て、練りに練った。長い年月、この俺様が